さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。65回目の今回は、前回の王選手の解説の後編となるよ。前回の選手から引退して、今回は監督としての解説がメインになるよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。王は1976年から1980年まで選手兼任コーチ、1981年から3年間巨人の助監督を務め、監督の藤田、ヘッドコーチの牧野との、トロイカ体制で1981年の日本一、1983年のリーグ優勝に導くよ。11月8日に藤田からバトンを受け継ぎ、第11代監督に就任。しかし、前年リーグ優勝したチームを受け継ぎながら、3年間優勝から遠ざかり、監督としての資質に疑問を呈する声がファンや評論家から上がるよ。また、1985年には自身の本塁打記録に、あと1本に迫ったランディ・バースに、敬遠攻めを止めなかったことに対する、非難を受けたりもしたよ。そして監督就任4年目、主砲の原が開幕直前に肉離れを起こして、開幕に間に合わず、落合を中日が獲得するなど、チームはかつてない危機を迎えていたよ。しかし、中日との開幕戦での西本の完封勝利で、1987年のシーズンが幕を開けるよ。またウォーレン・クロマティを4番に据え、抑えに回った香取と、2年目19歳のエース桑田、復活した江川を軸に、若手投手陣は躍動するよ。攻撃面も打撃ベスト10に篠塚、吉村、中畑、原とクロマティの5人が、3割を記録した強力打線であったため、終わってみれば独走でのリーグ優勝であったよ。しかし、日本シリーズで西武に2勝4敗で敗れ、日本一に離れず、巨人の監督としての手腕は、あまり高くは評価されなかったよ。また1987年の優勝は、巨人の試合がなかった日に決定したため、宿舎で胴上げが行われたよ。翌1988年、この年から東京ドームが本拠地になるよ。しかし、クロマティ、吉村、前年 MVP の山倉などの怪我によるリタイア、江川の引退から来る、投手陣の衰えから、優勝した中日に、12ゲーム差をつけられ2位に終わるよ。監督用5年間で、リーグ優勝1回を含む、A クラスを保持したものの、フロントから責任を問われる形で、9月29日に辞任が発表され、藤田がサイドバトンを受け継いだよ。そして王の背番号1は、選手時代の功績が称えられて、巨人の永久欠番に指定されたよ。監督退任後は NHK 野球解説者を務め、西武、ヤクルト、日本ハム、横浜など複数の球団から、監督就任を打診されながら、世界少年野球推進財団の仕事を理由に、断っていたよ。そして1994年10月12日、福岡ダイエーホークスの監督に就任。巨人の監督を勇退してから、野球のユニフォームを着なくなるにつれ、寂しく思うようになり、この時期に根本から誘われたのが、きっかけだと述べているよ。この年チームは4位ながら、貯金9と躍進しており、1995年は大物助っ人の、ケビン・ミッチェルや、西武から工藤、石毛が加入するなど期待は大きかったが、故障者続出などにより、借金18の5位に終わるよ。翌1996年5月9日の近鉄戦では、この頃最下位を走る大英ファンから、大谷球団代表の瀬戸山を、強烈に批判する内容の横断幕が掲げられたよ。試合は初回、秋山の本塁打で先制したものの、先発の吉田が逆転を許し、9回表に吉永の本塁打で、1点差まで迫るが、2対3で近鉄に敗れたよ。その後球場から出てきた、ナインの乗ったバスに、お前らプロか?という罵声を皮切りに、次々と生卵がぶつけられる事件が勃発したよ。この時王は、我々が卵を投げ返すのは簡単だが、これをファンの意見と取るならば、勝つことしかないんだよ、とコメントしたよ。1998年は、かつてのチームメイトのクロエを助監督に迎え、シーズン残り5試合まで、優勝の可能性を残す奮闘を見せるよ。その後試合には全敗したものの、オリックスと同率で、21年ぶりの A クラスとなる3位に入ったよ。1998年オフに小花投手コーチの招聘で、投手陣の整備が進み、1999年の開幕前に根本球団社長の、お前たち、何を構えてるんだ。この人は、今では世界の王と言われているが、昔はラーメン屋のせがれだったんだ。お前たちと何も変わりやしない。そう思ってやりなさい、という言葉で王とコーチ、選手の溝が埋まった、と言われているよ。王も、選手というのは想像以上に、俺の顔色を伺っている。だから俺もあまり難しい顔をせず、選手が失敗を恐れず、伸び伸びできるようにしないと、と選手に歩み寄る発言をしたよ。そして1999年に球団創設11年目にして、初のリーグ優勝、さらに中日との日本シリーズも制し、監督として初の日本一になったよ。
両リーグ優勝監督は三原、水原、広岡、野村に次いで5人目。翌2000年はリーグ優勝して V2 を成し遂げるも、日本シリーズで敗退するが、2003年に再び日本一に輝くよ。2000年の日本シリーズは、長嶋が監督を務める巨人との、ON 監督対決として、注目されたよ。2001年には、近鉄のタフィーローズが、本塁打記録に並び、王は試合前の練習の際に、直接ローズに対して本塁打新記録達成を望む声をかけたよ。ローズは記録更新に挑んだが、ホークスはコーチの主導により、ローズを敬遠して阻止しており、これをやめなかったとして再び非難されたよ。2002年のドラフトで、スキャンダルが発覚して、横浜に指名を回避されたタダノを、事実を知った上で獲得しようとし、球団社長の高塚もゴーサインを出したが、オーナーの中内の強い反対にあって、実現はしなかったよ。この年には、西武のアレックス・カブレラが、本塁打記録に並んだが、ホークスは敬遠攻めを行ったよ。2003年は前年の秋山引退や、若田部の移籍があり、開幕直前に精神的支柱であり、主砲の小久保が大怪我で、シーズン絶望と判明するも、前年のドラフト自由獲得枠の、和田、新垣の両投手が、大車輪の活躍をし、斉藤の二重賞や、村松、川崎の打棒開花などで、かえって戦力の底上げが実現したよ。2004年6月7日の日本ハム戦で、監督通算1000勝を達成。監督就任11年目となる2005年1月28日、ホークスのソフトバンクへの正式譲渡と同時に、取締役副社長兼 GM、監督に就任し、就任間もない時期からは考えられないほどの、長期政権となったよ。なお、指揮を取るホークスは、2003年から3年連続、レギュラーシーズン1位となったが、パリーグにおけるプレイオフ制度導入となった2004年、2005年と2年連続で、プレイオフ第2ステージで、最終戦まで行きながらも、2004年は西武に、2005年は千葉ロッテにリーグ優勝を譲っているよ。そして10月10日に、翌2006年3月開催の、第1回 WBC 日本代表チーム監督に就任。3月21日の決勝戦で、キューバを10対6で破り、日本を初代チャンピオンへと導き、監督としても、世界の王となったよ。この偉業が称えられ、2006年12月12日、毎日スポーツ人賞の感動賞を、WBC 日本代表チームと共に受賞したよ。12月20日、日本プロスポーツ協会から、WBC 日本代表として、日本プロスポーツ大賞を受賞したよ。また、個人として日本プロスポーツ特別賞も、同時に受賞しているよ。なお、WBC 期間中のオープン戦の監督代行は、チーフ県内野守備走塁コーチの森脇が務めたよ。そして2006年7月5日の西武戦後に、記者会見を開き、胃に腫瘍ができていることを発表。翌日より胃の上部に生じた癌の治療のため、チームを離れ休養に入ったよ。監督代行は WBC 開催時同様、森脇が務めたよ。8月2日に退院、記者会見。ファンを大切にする王らしく、皆さんの激励に支えられて生還できた、と喜びを語ったよ。2006年9月29日、福岡ドームで行われたホークス2006年最終戦セレモニーに出席し、85日ぶりに公式の姿を現したよ。2007年春の宮崎キャンプから監督業に復帰したよ。2007年シーズンは3位で、CS でも第1ステージで敗退。試合終了後、選手たちへ、来季はラストシーズンのつもりでいると、成績次第で2008年シーズン限りの退任を示唆したよ。2008年7月8日の西武ドームでの埼玉西武戦で、西武捕手の細川のブロックが走塁妨害だとして、5分近くにわたる審判団への抗議を行い、もし遅延行為と認められた場合は現役、監督時代通じて初の退場処分になると心配されたが、杞憂に終わったよ。王は、あんなラフプレイはいかん。世界中にあの映像を流してもいいくらいだ、と激怒したが、これは前年にも西武戦で、田村が同じく本塁上のブロックを、かいくぐる際に負傷していただけに、警戒感が高まっていたからだと言われているよ。7月26日に史上8人目となる、監督通算1300勝を達成。しかしこの年はオリンピックに、強行出場をした川崎が疲労骨折するなど、選手の故障が相次ぎ、チーム防御率は5位に低迷し、シーズン終盤の9、10月には、27戦で21敗という大失速をし、12年ぶりの再開という、不本意な結果となったよ。この終盤での低迷が、王自身に監督退任を決断させる一因となったよ。9月23日、試合終了後に記者会見を開き、体力的な問題を、主な理由にシーズン終了で、監督職を退くことを表明したよ。50年、いい野球人生でした。50年間一つの道に、これだけどっぷり使って、心をときめかせて、68歳までやれたことは、とても幸せでした、と述べたよ。
10月7日、シーズン最終戦となる、ケースタ宮城での楽天戦が最後の試合となったよ。この日の天気予報は雨で、対戦相手の楽天の野村監督は、今日は涙雨やな、大地震は、俺に涙雨ってのは似合わないよ、とコメントしたよ。試合終了後には、勝負師としては最後を飾れず残念、野球好きなしもべにふさわしく、12回もやれた。その点では良かった、と語ったよ。試合後には敵地にもかかわらず、王の引退セレモニーが行われ、現役時代からライバルであった、野村監督から花束の贈呈を受けたよ。監督としての通算記録は、2507試合で、1315勝戦118敗74分けとなったよ。これは2020年現在、日本プロ野球において、存命人物として最多の監督通算勝利数であるよ。監督退任後、2008年10月8日、ソフトバンク球団取締役最高顧問に就任、2009年1月1日から、球団取締役会長に役職変更。2009WBC 日本代表では、日本代表監督相談役を務めたよ。松田信弘が開幕戦で右手中指を骨折し、全治2ヶ月と診断され、チーム編成を再考することを余儀なくされたよ。そこで球団会長の王が、開幕ロースター漏れの選手よりも、日本球界が分かっている、外国人選手の方がいい、と提言し、メキシコリーグでプレーしていた、ホセ・オーケズの獲得が決まったよ。オーケズはシーズン途中の加入ながら、打率2割8分2厘、20本塁打、74打点と結果を残したよ。2008年12月7日には長島の後任として、読売巨人軍 OB 会の会長に選出され、2009年12月13日には、金田の後任として、名球会の会長に選出されたよ。しかし2009年9月21日、東京都内の病院で腸閉塞、胆嚢摘出手術を受けたよ。2010年1月5日、ソフトバンク球団に新設された、編成委員会の副委員長に就任。編成の陣頭指揮を取ることとなるよ。7月3日、ヤフードーム内に、王の功績を称える記念館、王貞治ベースボールミュージアムが開館。そして10月26日、多年にわたる野球界への貢献などにより、平成22年度文化功労者に選出されたよ。2012年5月22日、出身地の東京都墨田区にオープンした、東京スカイツリーの開業セレモニーに出席し、テープカットや挨拶を行ったよ。2015年1月、台湾の野球殿堂、台湾棒球名人堂に選出され、11月、台湾にて表彰式が行われるよ。2016年11月には、台湾で行われた台湾 OB との試合に出場したよ。そして2018年6月1日、一般女性との入籍を発表したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。王は選手時代、本塁打を打っても、大はしゃぎするようなことがなかったよ。これは高校時代、本塁打を打ってホームベース上で、喜ぶ王を見た兄に、打たれた相手のことを考えろと、叱られたことが影響しているよ。それ以来、王は本塁打を打っても、喜ぶ素振りをしなくなったというよ。このことについては後に兄は、高校生なんだからもっと素直に、感情を出させてもよかった。申し訳ないことをした、と語っているよ。なお、1971年の日本シリーズ第3戦の、逆転サヨナラ本塁打で、手を叩き飛び跳ねたなどの例外はあるよ。また、715号や756号の際に、万歳を見せたが、これは高知の国松に、いつもホームランを打っても、淡々と回るだけなんだから、こんな記録の時くらい、何かパフォーマンス見せたらどうだ、と言われ、パフォーマンスに慣れていない王が、苦肉の末やっとの思いで考えたものだったそうだよ。若い頃は門限破りの常連で、銀座や赤坂のクラブ通いをした時期もあったよ。大地震も後に、高校で伊達の体力で、お金があって、綺麗なシャンデリア、美しい女性、おかしくならないわけないじゃないですか、と10回しているよ。ただし、荒川コーチに、お前、本当に上手くなりたいのなら、今日から3年間、酒、タバコ、女全部やめて俺のところで練習しろ。その代わりその3年の後は、10年遊んでも、プロとして飯が食えるようになるからな、と言われ、酒、タバコを禁止されてからは、完全に改心しているよ。若い頃は自動車の運転が乱暴で、スピード強と言ってもいいくらいだったよ。ある記者が初めて、王の運転する車に乗る際、夫人から、気をつけてくださいね、と声をかけられ、その時は王に対しての言葉だと思っていたが、高速道路で鼻歌を歌いながら、猛スピードで車を抜き続ける王の運転から、王の助手席に乗る、自分への気遣いの言葉だったと、後に気づいたそうだよ。ただし、756号本塁打を打ち、国民栄誉賞を受賞してからは、交通ルールを遵守しているそうだよ。ホークス監督就任後、テリー伊藤に、巨人にいた頃は、いくら車が走っていなくても、横断歩道のないところで、道路を渡るなんてできなかった、と語っているよ。
大和川上を最高の監督と評しており、プロ野球人の心構えを教えていただいた。9連覇は川上監督でなければ、成し得なかったと言い切れます。勝利への執念の結晶。笑顔の川上さんの写真を見て、いかに偉大だったか知りました、と述べたよ。川上から勝利への執念を学び、自らの監督時代に、一番勝ちたいのは俺なんだ、という川上の言葉をよく使ったそうだよ。指導者としての初期は、駒田や稲垣などに、自身の一本足打法の習得を進め、師匠の荒川に、指導を託したことがあったよ。特に体も大きく、21歳のシーズンに、12本塁打を記録した駒田には、大いに期待をかけたが、駒田には明らかに一本足打法が合わず、成績を下げ、また王の求める、高いレベルの要求がプレッシャーとなり、半ば逃げ出すように、一本足打法の習得を諦めてしまったよ。また、稲垣も一度も一軍に上がれず、結果を残せなかったよ。それ以後、王は自身の打法を、選手に押し付けることをやめ、選手に合った指導をするようになったよ。監督就任時は、周囲の助言を聞かず、実際に成績を出せなかったことから、批判されたことがあったよ。しかしホークス監督時代からは、選手と監督は同じ人間、分け隔てなく話し合うべきと、球団の上層部から諭されたことで、考えを変えて、周囲の意見を積極的に取り入れるようになったよ。その結果ホークス黄金時代を築き上げ、非常に巧みな采配や、選手育成の才能を発揮するようになったよ。監督勇退後の会長の身分になった今日でも、裏方としてながら、適材適所に選手を獲得、育成に力を発揮し、強いホークスを維持する活躍を見せているよ。これらのことから、性格は決して融通の利かない、頑固者ではなく、むしろ人を使う才能は、非常に長けており、名将として多くの選手、コーチをまとめ上げているよ。WBC の際、イチローが王に対し、監督は現役時代に、バッティングが簡単だ、と思ったことはありますか？と質問し、王は、バッティングの極意を掴んだ、と思ったら逃げていく、その繰り返しで結局、そんなことは一度もなかった、と答えたよ。イチローはこれを聞き、王監督だってそうだったんだ、と感じ、バッティングで悩むのは当然だ、と再認識でき、安心したそうだよ。また王の存在は、アメリカでも早くから評価されていたよ。1970年に行われた日米野球では、1試合2本塁打など活躍、親善試合でありながら、MLB の投手が敬遠するという光景も見られたよ。1976年には、アメリカの代表的スポーツ雑誌である、スポーツイラストレイテッドに、日本プロ野球選手として、初めての表紙を飾ったよ。その一方で日本では、世界の本塁打王と呼ばれたが、日本以外の世界では、あくまで、日本の本塁打王として知られているよ。2006年11月のアメリカ誌、タイムアジア版において、アジア版60周年を記念して特集された、政治、ビジネスなど5分野で活躍した66人が、英雄に選ばれる、60年のアジアの英雄、の一人に選ばれたよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、うぷ主が印象に残っている王選手、というより王監督の印象の方が強かったね。ただまあ、巨人の監督時代より、ソフトバンクの監督時代の方が印象が強く、低迷していたホークスを、今のような上昇球団まで押し上げた、功労者だと思うよ。ただ、自身の持つホームランの記録に対しての対応は、未だに物議を醸すものかもしれないね。今回は後編ってことだけど、これを丸々一本の動画にしていたら、とんでもない時間になってたかもね。まあ、次回もそれが予測されるから少々不安だけどね。というわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。